盲学校、老学校及び養護学校高等部学習指導要領とは、かつて文部科学省が告示していた、特殊教育諸学校高等部における学習指導要領のことである。2007年4月の特別支援学校制度開始に伴い、2009年3月に特別支援学校高等部学習指導要領として告示されることになった。このため、 2013年4月入学者以降は特別支援学校高等部学習指導要領が施行される形で学年進行により対応する形となるため2015年3月で執行状態となる予定。盲学校、老学校及び養護学校高等部学習指導要領は特別支援学校高等部で実際に教えられる内容とその詳細について 学校教育法施行規則の規定を根拠に定めていた。このほか、盲学校、老学校及び、養護学校幼稚部教育要領、盲学校、老学校及び、養護学校小学部、中学部学習指導要領があった。現在でも、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領、幼稚園教育要領は存在する。 ありがとうございます。